戯曲エルシオン、神々による世界の創造、人々による生と死、栄光と衰退。時を超え、場所を超え、回り続ける運命、魂の輪廻を描いた壮大なる叙事詩、シークフェルト音楽学院の、シークフェルト音楽学院による、シークフェルト音楽学院だけが演じることを許された舞台、戯曲エルシオン。それは3つの時代で演じられる三幕構造、天の神、大地の神、火と風と水、美しき神々による天地創造の物語、神代の章、絶対王者の死と王位の継承を紡ぐ攻防劇、王位の章。離れ離れになった魂たちが遥か未来で再び出会うまでの奇跡を描いた輪廻の章。神代の章の翌年は王位の章、王位の章の翌年は輪廻の章、そして輪廻の章の翌年はまた神代の章と、1年ごとに演じる章が巡ってゆく舞台。3年間同じ演目を演じる清少音楽学園とよく比べられたりするんだけど、一つ大きく違うところがあるとすれば、我々はこのエルシオンを演じるためにシークフェルト音楽学院の入学を決めたということだろう。シークフェルト音楽学院といえばエルシオン、エルシオンといえばシークフェルト音楽学院。シークフェルト音楽学院への入学を希望するのはこのエルシオンの舞台に立つと決めた舞台少女ばかり。それほどまでに我々の心を掴んで離さない大きな存在理由を持つ戯曲なのだ。だからシークフェルト音楽学院の生徒たちは学生時代の全てを注いで舞台作りに当たるの。舞台に立つことができるキャストは5人、生徒会役員を兼ねるエーデルの5人。選ばれなかった悔しさ、舞台に持って上がれなかった思い、そのすべてをエーデルに託し裏方に徹する。フラウ・プラティーン、ただ一人の王が立つ王の舞台を輝かせるために。だからこそ我ら生徒会エーデルは覚悟と責任を抱いて舞台に立つ必要があるのだ。気高き白金、ただ一人の王として、王の舞台を輝かせるために。そして我らエーデル、4つの宝石は王の玉座を支えるきらめき、気高き紅玉フラウルビン、気高き真珠フラウペルレ、気高き双玉フラウザフィーヤ、気高き翡翠フラウヤーデ、絶対王者と4人の騎士。だがいかなる王もいずれは死ぬ定め、死すれども魂を継承すれば輝きはまだ続いてゆく。そうして王位は継承されてきたのだ、粛々と脈々と。だから死せる王は探さねばならない、新たなる王を、生命のきらめきを。だがラ・キ・ラ・アキラ。ああ、ミチルか。何ぼーっとしてるの？ほら、学校行く時間だよ。ああ、もうそんな時間か。そんな時間。あ、これエルシオンの台本。もうどうせまた夜遅くまで読み込んでたんでしょ。ああ、次の王位の章の準備をな。王としての責任感があるのは結構だけど、人としてもちゃんとしようね。ほら、行くよ学校。うん、夢か。Oh.
いつもよりちょっと寝坊しちゃったね。ちょっと近道していこうか。うん。どうしたの、アキラ。まだ眠い？いや、夢を見た気がする。夢？へえ、どんなの？わからん。だが、美しい夢だった。へえ、どんな？エルシオンの舞台に立つ夢。5人で神代のショーを演じる夢だ。ああ、うんうん、それは確かに美しいね。夢だけど。夢。そうだな。あ、久しぶりだね、この公演。ん？もう何年になるんだっけ。懐かしいな。ね、アキラ。ミチル、懐かしいとはなんだ。この公園で何かあったのか。な、何言ってるの、アキラ。この公園じゃない。あの約束をしたのは。約束？約束とはなんだ。あ、忘れちゃったの？あの約束のこと。忘れるも何も。この公園で私とミチルが何か約束をした、その覚えがないのだが。何言ってるの、アキラ。正気？それともまだ寝ぼけてるの？眠っていないのであれば正気のはずだが。正気じゃないよ、全然。嘘でしょ、アキラ。あの約束を覚えてないなんて、激辛カレーの食べ過ぎなんじゃないの？それはその通りだが。落ち着け、ミチル。約束とは一体何のことだ？私はね、部屋が汚くたって、できることができなくたって、アキラが舞台バカでいられるならそれでいいよ。だけど約束を忘れるのはダメだよ、ダメ！ミチル？おい、ミチル！まったく、どうなっているのだ。今日は何もかもがどうもうまく進まぬ。まるで知らない舞台に立たされているかのようだ。待て、ミチル！ちゃんと説明しろ。じゃあ約束を思い出してよ。だからそれは。もういい！シークフェルト音楽学院生徒会副会長、フラウザフィーヤ、大鳥ミチル、入ります。ミチル。アキラ、挨拶。ああ、シークフェルト音楽学院第60代生徒会長、フラウ・プラティーン、ユキシロ・アキラ、入ります。これでいいか、ミチル。ダメ、続きは放課後。今は生徒会の仕事が最優先でしょ。シークフェルト音楽学院生徒会役員エーデル心得。シークフェルトの舞台に立つことができるキャストは5人、生徒会役員を兼ねるエーデルの5人。この5人のために全校生徒が裏方に徹し、舞台を作り上げてくれる。だからこそ全校生徒がつつがなく過ごせるよう、生徒会の運営で良い学園生活を作り上げなければいけないでしょ。だったら個人的なお話をしている暇はないでしょ。そうだった、すまない。では本日の定例会議を始める。よろしいな、副会長、フラウ・ザ・フィーヤ。はい、生徒会長、フラウ・プラティーン。それでは今朝の議題を。はい、まずは先月申請していた1年生用のレッスンルームの新設、こちらの予算が認可されました。そうか、では理事会に挙げてくれ。これで1年生たちもより時間を有効に使えるようになるだろう。他は
図書室の専門書の拡充について。そうか、その件についても話し合わなければいけなかったな。他は？シャワールームの使用時間について。ああ、まだ答えが出ていなかったな。次は？学校指定の練習着のサイズ展開について。以上が今朝の議題になります。わかった。しかし膨大な数の案件だな。仕方ないよ、私たち二人しかいないんだから。生徒会は？あれから生徒会へのエーデルへの希望者は？それが全然一っ子一人来てないよ。そうか。はあ、このままじゃ来年のエルシオン王位の賞も二人で舞台に立たなくちゃいけないかもね。情けない限りだ。私たちは1年の時に先輩たちからエーデルに認められ、エルシオン・リンネの賞で初舞台に立つことができた。偉大な先輩たちが我々を舞台に引き上げてくれた。だが去年、先代生徒会長によりフラウ・プラティーン、シークフェルト音楽学院の生徒会長を継承したが、新たなメンバーは来ず、全てのスカウトも断られ、生徒会は私とミチルの二人だけ。エルシオン・カミオの賞の舞台には二人だけで立つことになった。伝統の舞台であるはずのエルシオンを二人だけで演じるなんてちょっと恥ずかしかったもんね。登場人物が天の神と水の神だけとは前代未聞。あの舞台の再演だけは避けねばならん。そもそも3年生になるにあたり、次のフラウ・プラティーンを選ばねばいけないというのに。生徒会の書記、会計、庶務が空席。フラウ・ルビン、フラウ・ペルレ、フラウ・ヤーデ、3人のエーデルが不在だもんね。生徒会のシークフェルト音楽学院生徒会の危機だよ。シークフェルトの危機？もうなんで誰もエーデルになろうとしないのよ。エルシオンを演じるためにみんなシークフェルトに入学してきたんじゃないの？すべて私の不徳の致すところだ。結局は私に人徳がないということだろう。アキラ、このままでは私にフラウ・プラティーンを継承してくれた先代生徒会長と、王者の歴史に彩られたシークフェルトの伝統に顔向けができない。ん？はあ、また放課後スカウトに行かなくちゃね。うん、アキラ？ふっん？どうしたのアキラ？おかしい、実におかしいではないか。そうは思わんか、ミチル。今日はずっとおかしなことばっかりだよ。アキラは変だし、急に笑い出すし、あの約束は忘れちゃってるし。生徒会の仕事は大忙しだし、誰もエーデルにならないし。その通りだ、ミチル。私は、いや、私たちは何かを失っているのではないか。いや、違うな。何かを失った舞台に立たされているか。なるほど、慣れない舞台に立たされている感覚はそのためか。アキラ、一体何を言ってるの？まだ気づかないか、ミチル。先ほどミチルも言ったはずだ。みな、エルシオンを演じるためにシークフェルトに入学してきたと。うん。なのに、フラウ・ルビン、フラウ・ペルレ、フラウ・ヤーデが不在であることなどありえるのだろうか。
ありえるのだろうかって、それが今の私たちの現実でしょ。そうだが、あまりにも現実感がない。おかしいくらいにな。どういうこと？歴史あるエリシオンの壮大な舞台に二人きりで立つことなど果たして本当に可能だろうか。代役はどうした？脚本の修正は？演出の変更はどうなった？そもそも伝統あるシークフェルト音楽学院が、絶対王者たる我が校がキャストの足りない舞台を上演したりするだろうか。絶対王者がそんな愚かで滑稽で無様な舞台を演じたりするだろうか。我らはそんな貧弱で惨めな舞台に運命と未来を見たのか。それは違う。断じて違う。二人だけで演じるエルシオンなど、我らがあの日誓ったエルシオンではない。だけどそれは、天の神よ、あなたは私の炎が怖くないの？抱きしめたものを焼き尽くすこの炎が怖い？何を恐れることがある、火の神よ。その炎こそ全ての凍える者たちが望むぬくもりだ。アキラ？知ってたかしら、天の神。私は本当は豊穣と愛を司る女神だと。私ももう随分忘れていたのだけれど。知っているとも、大地の神よ。お前が誰よりも優しく傷つきやすいがゆえに、己の記憶を遠い地に埋めてしまったことを。うん、時間とは本当は流れる水のようなもの。だから私が管理をしないといけないの。永劫の孤独の中、一人でそれを続けてきたのだな、水の神よ。ならばその流れに乗り、私と共に行こうではないか。どうしたのアキラ、突然神代の章のセリフなんて。今理解した。え？巻き上げられる鈍調、闇を裂く光源、舞台を這うスモーク、せり上がる背景美術、はためく衣装の絹ずれ、その瞬間だけのセリフ、浴びせられる歓声と拍手、演じ終えた確かな。そうだ、あれは夢などではない。私が天の神を演じ、ミチルが水の神を演じ、誰かが大地の神と火の神と風の神を、五人で演じたエルシオン神代のショー、あれは夢ではない。エルシオンの舞台に立つことを使命とするフラウ・プラティーンがあの舞台を忘れるはずはない。五人で演じたエルシオン神代のショーが夢じゃないって、そんなこと。私の言葉が信じられないか、ミチル。そう、そうだよね。アキラが舞台バカなのは今に始まったことじゃないけど、あの約束を忘れるのだけは絶対にありえないもん。舞台バカは余計だが、その通りだ。エルシオン神代のショーを演じてみて分かった。うん、確かにおかしい。でもこれって一体何なの？一体何が起きてるの？おそらくは、そう、作劇だ。作劇？あの青春音楽学園の？ああ、コロスによって消えゆく戯曲に取り込まれ、日常という舞台から消えた天道マヤ。青春音楽学園のみんなが天道マヤの存在しない日常を演じさせられていたあの舞台。消えそうになった戯曲、別れの戦記に西条クロディーヌが飛び入りしコロスを作劇したことで、
戯曲は守られ、彼女は舞台から降りることができた。舞台を演じ戯曲を守る舞台なんて言ったっけ。リライブだ。そう、リライブだよ。そう、リライブです。ん？舞台が途切れた。ここは？なるほど、やはり舞台だったか。あなたはエルちゃん？と、アンドリュー、あれ？ん？アンドリュー、アンドリュー、どこ？ドリュードリュー、呼ばれてすぐ来るアンドリュードリュー。もう遅いよアンドリュー。あ、店長？おお、マイドリュー。ミチル、知り合いか？よく行くお店の店長らしいんだ。よくわかんないんだけど。店長？この着ぐるみが？着ぐるみじゃないドリュー。かわいいかわいいアンドリュードリュー。って、今はそれどころでもないドリュー。そう、今この世の物語、この世の舞台、この世の戯曲はコロスに侵食され、消えゆく危機にあります。それを止めるためには舞台に上がり、コロスを策撃しなければなりません。群衆を意味する動く舞台装置コロス、そして舞台に上がることができるのは舞台少女だけ。コロス、あのスターライトの塔にいた。その通りドリュー。では、その消えゆく戯曲に囚われたのか。我らの舞台から消えてしまった我らのフラウルビン、フラウペルレ、フラウヤーデが。だから私たちの世界からいなくなった。ドリュー、あの子憎らしい強女よりかはよほど理解力があるドリュー。ああ、清少のカオルコちゃんが言ってた。持って回った話し方でエツに言ってる気持ち悪いキモグラって君のことだったんだ。キモグラじゃないドリュー。アンドリューにはアンドリューという素敵な名前があるドリュー。だが、キモグラと言われれば確かにキモグラだな。ねえねえじゃないドリュー。アンドリューをキモグラっていうやつは許さんドリュー。そんな意地悪なやつはこの巨大な爪の一撃で。アンドリュー、落ち着いて。今はそれどころじゃないの。ドリュー、そうそう、消えたみんなどこの舞台に立ってるの。ドリュー、ドリュー、舞台少女たちが囚われた舞台、それは決まっているだろう、ミチル。え？我らエーデルが呼ばれ立たねばならない運命の舞台、それはエルシオンを置いて他にない。そうだろう、キモグラ。だからキモグラじゃないドリュー。まあ正解ドリューだけれども。正解だったんだ。待って、じゃあ消えようとしている舞台はエルシオンってこと？ドリュー、理解力の低いあの連中よりよっぽど物分かりが良くて感心感心ドリュー。なるほど、こういうところか。持って回った話し方でエツに言ってるって。ドリュー、物分かりがいいなんて上目線の言葉、誰かに向けて言うのってちょっとどうかと思うな。だからカオルコちゃんにキモグラなんて言われるんじゃない？だからキモグラやめるドリュー。お得意さんだと思っていたけど、あの小うるさい強女とはまた別タイプのめんどくさそうなやつだったドリュー。で、我々に課せられた使命とは何だ？はい、失われた戯曲を守るために衣装をまとい、あの舞台にコロスを策撃し、再び正しい舞台を最後まで演じ切る。それが戯曲を守る唯一の手立て。
なるほど、筋書きは頭に入った。ならばではミチル、共に行こうではないか。死にゆく王が失われたものを見つけ出す、あの舞台に。死にゆく王が失われたものを見つけ出す、それって戯曲エルシオン王位の章。なるほど、そういう筋書きなんだ。世はこれより失われたものを探す旅に出る。消えゆく物語を救い、消えた騎士たちを探さねばならぬ。共に来てくれるか、最初我が古き友よ。喜んで、国王陛下。それが我らが騎士の名役がゆえ。演じてみせてやろうではないか、絶対王者の舞台というものを。舞台に飛び込んだ。アンドリュー、あいつらよく気づいた。ドリュー、あれが舞台少女。エリュシオン、舞台少女と運命づけられた戯曲。陛下、陛下。お目覚めですか、陛下。最初か。ここは天の神が丘になります。いざという時のために抜け道を作っておきましたゆえ。相変わらず抜かりがない。向かったのは世の方か。まさか反体制派の謀反を許すとは。水面下の範囲に気づけぬとは、世も老いたか。陛下、肩を落とすではない。最小よ、謀反により国を奪われたとはいえ、世はまだあの国の王。世を慕う騎士たちを集めれば必ずや再起は叶おう。この四つの宝石をいただく王冠こそが世の権力の証。まさか四つの宝石が光玉、真珠、翡翠、双玉、すべてがない。王宮を脱する際、騒乱の中で剥がれ落ち、世界の彼方に飛び去ってしまったのです。世界の彼方に。なんと、それでは世の権力はもう。陛下、最初よ、良い景色だな、ここは。はい。天の神が丘か。幼き日はよく二人で遠掛けに来たものだ。ええ、そうですとも。思い出しますな、あの日々のことも、あの日の約束のことも。忘れるはずがなかろう。気高き君と交わした決して変わらぬ永遠の誓いだ。そう、決して変わらぬ。ならばこそ取り戻すこともできるはずだ。永遠なるあの玉座を。世はこれより失われた宝石を探し、失われた玉座を取り戻す旅に出る。共に来てくれるか、最初我が古き友よ。喜んで、国王陛下。それが我らが騎士の名役がゆえ。先王より王位を継いだあの日、世は怯えていた。国土を守り、民を守り、歴史を守ってゆく。その責任の重さに、この王冠をいただくことの意味に。王位を継いだということは、
余もいつか誰かに王位を譲らねばならない。世にも王として死する瞬間が必ず来るという事実に。陛下、おつらいでしょうが、もう一頑張りですぞ。まったく情けない限りだの。かつては王国最強の騎士と呼ばれたはずの世が、玉座に座るだけの日々ですっかり足腰が鈍ってしまったようだ。その上この暑さだ。老いた身には応える。御意、この近くには火の神が住まうという伝説の火山がありますゆえ。そうか、あの山が。王冠で輝いていた光玉は確かこちらの東の方角に飛んでいったはず。あの火山の麓に行けば必ずや。うむ、急ごう。宝玉、元は将軍が持っていた宝玉。諸国を放浪する武人であった彼の腕に惚れ込んだ世は、彼に将軍の座を与え、この国にとどまることを求めた。外の国から来た者が騎士団の全権を握る。そのことに臣下の多くは反対したが、世は聞き入れなかった。そして今では大陸一の騎士団にまで成長した。それも将軍がいてくれたからこそ。世の選択は間違っていなかった。そして将軍も忠誠の証として光玉を世に。陛下、見えてまいりました。おお、あれが火の神が住まう火山。なんと熱く、なんとたけり狂った炎か。光玉はここに。陛下、あれを。面目ない。将軍、細工は流々ってね。終わらせよ。やっ、下がれ。そうだ、思い出した。あれは劉明ファン。何事だ、創造師。おめでとうございます、雪城アキラ様。は？アキラ様？この度、雪城アキラ様がフラウプラティーンに会いなられ、無事生徒会長に就任されたとお聞きいたしました。ぜひともアキラ様の配下に加えていただきたく、馳せ参じた次第にござりまする。あのおっしゃらなくとも分かっております。このような形でエーデルを募ってはおらぬことくらい。しかしながら、待っていればいずれはアキラ様に見出していただけると思えるほどうぬぼれてはおりません。ならばまずは自分から飛び込もうと思い立った次第。幼い頃より舞台に立っており、役に応じた歌い分け、発声、チャーンや武術を取り入れた演技、層には自信があります。他にも。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとだけ落ち着いて。はあ、まずは誰？ああ、これは失礼いたしました。私、この度シークフェルト音楽学院舞台俳優学科に入学いたしました1年生の劉明ファンと申します。故郷では狂劇を学び、ゆくゆくはその道を継ぐつもりでありましたが、アキラ様が舞台に立たれた去年のエルシオン・リンネの賞を感激いたしまして、実に感激いたしました。舞台に立つ雪城アキラ様のきらめきに目を焼かれてしまったのです。
そこから日本語を学び、レッスンと勉強に勤しみ、無事シークフェルト音楽学院への入学を許されたのです。へえ、アキラ様がエーデルになられたと聞き、ぜひアキラ様と同じ舞台に立ちたいと、アキラ様が立たれる王の舞台にぜひ私もと、こうして生徒会の門を叩いたという次第です。ああ、叩きすぎて扉ちょっとへこんでるよ。ああ、申し訳ありません。気持ちがつい。だってどうするの、フラウプラティーン。リュウと言ったな。はい、メイファンとお呼びください。ではメイファン、聞こう。なんなりと。君が立ちたいと望む王の舞台とは何だ。それはもうアキラ様が最高に輝く舞台です。なるほど。君は王の舞台と生徒会についてどこまで知っている。どこまでも存じております。シークフェルト音楽学院の舞台は絶対王者の舞台。その舞台に立つことが許されたのは生徒会長であるフラウ・プラティーンと、生徒会役員であるエーデルたち5名のみ。フラウ・プラティーンによる王者の舞台を輝かせるために、全校生徒がアンサンブル裏方に徹し、その舞台に報い、すべての生徒たちが円滑な学生生活を送れるよう、生徒会はその運営に全力を尽くすと。その通りだ。つまり生徒会役員エーデルとは、シークフェルト音楽学院全校生徒の思いを背負って舞台に立つことになる。はい、王であるアキラ様を支える4人の騎士エーデル、私はその騎士になりたいのです。確かに、我々はこれからフラウ・ルビン、フラウ・ペルレ、フラウ・ヤーデを選抜せねばならない。なればこそ君には務まらない、リュウ・メイファン。あ、な、何故。では失礼する。うん、ごめんね。ふん、というわけだ。まあそうだよね、私もアキラと同意見。うむ、急がねばな、エーデルの選抜を。次はこの子なんてどう。ロシアにバレエ留学か。ふむ、当たってみよう。だよね。で次にこの子なんだけど。おはようございます。あ、昨日のリュウさん。はい、メイファンとお呼びください。何してるの。はい、生徒会室の窓拭きを。本当は生徒会室を隅々まで掃除したかったのですが、中に入ることはできなかったので、せめて窓をと。不要だ、掃除は生徒会の者たちでやる。ですから、その生徒会にどうか私を、どうか私をアキラ様のおそばに。はあ、だからね。昨日も言ったはずだ、君にエーデルは務まらないと。ですから、なぜ。では失礼する。うん、ごめんね。こっちが生徒会予算の申請書、こっちが生徒会の運営予定表。いろいろありすぎて目が回るな。わかってる、この辺の書類仕事はミチルがやっちゃうから、アキラは早くエーデルを選抜しちゃってね。ああ、ミチルがいてくれて助かる。そこはウムの一言くらいの方が王様感出るよ。もっと王らしくドーンと構えてなよ。そうしなきゃカリスマ性はついてこないよ。カリスマも何も仲間がフラウ・ザ・フィア一人ではな。武士は食わねど高用事、ボロは着てても心は錦、王はいつでもふんぞり返る。うむ、それでよしっと。あれ、おはようございます。
メイファン、また君か。今朝は…何その格好。はい、土下座です。おそらく私、何かしらアキラ様のご機嫌を損ねてしまった様子。そこで全力の謝罪を込めて、朝6時よりここでお待ちしておりました。土下座で？はい、お願い申し上げます。どうか私をアキラ様と同じ舞台に。ダメだ。なぜですか？私はあの日、アキラ様の舞台を見てから運命が変わったのです。エルシオン・リンネのショー、そこに立つアキラ様は主役ではないはずなのに、私の目を捉えて離さなかった。歌、演技、すべて私の胸に突き刺さりました。アキラ様の舞台をもっと見たい。いえ、アキラ様との舞台に一緒に立ちたい。だから私は故郷を出てここに来たのです。お願いします、アキラ様、どうか私を。じゃあ聞くね、リュウメイファンさん、あなたはアキラの舞台が好き？え、はい、それはもう。だからだよ。え、歴史と伝統あるシークフェルト音楽学院の舞台、絶対王者の王の舞台、全校生徒が私たちの舞台を作るために全力を尽くしてくれる。だから私たちは全力を持ってその舞台を演じるの。つまり、生徒会長とエーデル、王と共に舞台に立つ4人の騎士には、たくさんの思いを背負い、それに応える義務があるの。思いに応える？すべての人に感謝を込めて、己を捨てて王を照らす。アキラのそばに？一緒の舞台に立ちたい？その程度の舞台少女。王者の舞台にはいらない。アキラの舞台に、アキラのファンはいらない。己の欲望のために生きる者を立たせる舞台はないの。ごめんね。すまなかったな、ミチル。嫌な役回りをさせた。気にしないで。これがミチルの仕事、副会長の仕事なんだから。助かる。だから、そこは有無でいいって。うむ。リュウ・メイファンか。留学生として唯一の合格者。入学試験の結果は確かに優秀なんだけどね。だが、私たちには全校生徒の思いを背負う責任がある。そうだね。誰か一人のために舞台に上がる、そんな子は。まあ、そういうことで、今日も生徒会のお仕事始めますか。ああ、そうだな。ん？何この音？ドラの音だな。狂撃の舞台で聞いたことがある。雪城アキラ様、私は決して諦めません。ん？至らぬとおっしゃるならば修行しましょう。足りぬとおっしゃるならば磨きましょう。私にとって舞台とは雪城アキラ様。私が立つべき舞台はアキラ様が立つ舞台。たとえアキラファンとそしられようと、これこそが今の私、私のすべて。アキラ様を見て、アキラ様に憧れたからこそ、私は今ここにいるのです。この情熱の炎は誰にも負けません。必ずエーデルとしてアキラ様のお役に立ってみせます。万里を越えし覇王の風に巡り見つけた己の舞台。胸に秘めたる竜の攻撃、命を捧ぐは高きプラチナ。フラウルビン、リュウメイファン、ランシャオバー、ジーチンリエイエン、ワンダウダンダン。何やってるんだろうね、あの子。グラウンドの真ん中で。でも、なんだか似てない？
あの日のアキラに。ああ、そうだな。私の舞台に。私のファンはいらぬ。舞台への情熱は観客に向けて放つものだからな。だが、あれだけまっすぐな情熱を向けられれば。アキラだって燃え上がる？ああ、そして王の情熱でさらに焚きつけてくれる。そしたらあの子ももっともっと。そしたらもうアキラのファンじゃないよね。王を照らす立派なエーデル。ああ、そうなってもらわねば困る。そうだね。じゃあ何からやらせる？まずは初期だな。なんで？漢字が得意そうだからだ。おお、この身を焦がす情熱こそ確かにあの紅玉。ようやく見つかりましたな、陛下。ああ、ようやく思い出したわ。将軍から託された情熱をな。この情熱の炎のおかげで世はもう怯えることはなくなった。何度灰にまみれようとも幾度なく蘇る情熱の炎。この炎が燃えている限り何も怖くないのだと。心なしか足腰に力が戻ってきたようだ。では最初行こうか。はい、陛下。次なる宝玉公爵の翡翠を求めて西に。要は王の器ではなかった。玉座から国土を平原し全てに力が及ぶと思い込んでいた。だが世の力の及ぶところなどあまりにも狭く、人一人救うこともかなわなかった。故に我が盟友を失った。戦乱の中で世よりも先に死んだ盟友が許せなかった。盟友の命一つ蘇らせられなかった自分の非力が許せなかった。だがあの者は、我が盟友の弟は。なんという風だ。ご辛抱ください、陛下。もう間もなく森を抜けられるかと。来るなと言われているのかもしれんな、公爵に。あの翡翠に。だが行かねばならぬ。彼が世を目覚めさせてくれたのだ。彼の思いがこの目を開かせて。ごめんなさい。公爵、足を引っ張るなよ。それなら終わらせよう。そうだ、思い出した。あれは夢王子しおり。うんうん、オッケーだね。ご苦労様、しおり。大変だったでしょ、この資料をまとめるの。いえ、これくらいなんとも。頼もしい。じゃあ明日もまたよろしくね、しおり。はい。あ、明日の会議の資料は八千代先輩の机にまとめておきましたので。では失礼します。どうだ、みちる、しおりの仕事ぶりは。うんうん、
すごくよくやってくれてる。正確だし丁寧だし、庶務としての仕事は100点に近いね。ほう、ミチルにそこまで言わせるとは大したものだな。だが、え？庶務としてはなのだろう。ああ、うん、中等部の子たちにちょっと聞いてみたんだけど、最近の彼女あまりレッスンに身が入っていないらしくて。ん？先生たちも心配してるみたい。中等部からエーデルを選ぶのはやっぱりちょっと早かったんじゃないかって。そんなことはない。しおりしかいない、そう思ったから選んだのだ、フラウヤーデに。うん、わかってる。でもその期待が重荷になっているということか。もともとあまり体が強くないとは聞いている。それもあるけど、やっぱりしおりとしてはさ。ふみか。え？うむ、見事な演奏だった。ゆきしろ先輩、立つ必要はない、続けてくれ。いえ、これはちょっと気分転換に弾いていただけなので。私が聞きたいんだ、頼む。わかりました。素晴らしい。そんな、恥ずかしいです。優しい音色だな、しおりの奏でる音は。そんな、ピアノならお姉ちゃんの方がもっと。しおり、ごめんなさい。私はしおりのピアノを褒めているんだ。今、ふみは関係ない。どうした？泣いているのか？泣いてません。関係ないわけありません。私には。しおり、よかったら話してみないか？今思っていることを。ゆきしろ先輩、先輩にお話ししようにも、私自身まだわからないことだらけで。うん。あの、ゆきしろ先輩。なんだ？姉はなぜ辞めたのでしょう。憧れだったエーデルを、夢だったはずのシークフェルト音楽学院を。それは。あの日見た姉の顔はどこか辛そうでした。もしかしたら私のせいなんじゃないか。私はずっとそれを考えていて。うん。ゆきしろ先輩やみちる先輩にフラウヤーデに選んではもらいましたが、中等部の私には大役すぎて。でも姉の分までしっかりしなくちゃって、先輩たちに迷惑かけちゃいけないって。こんな時お姉ちゃんがいればって。お姉ちゃんならきっともっと。私はそんなに信用されていないのか？しおり、私はフミではなくお前を選んだ。そしてお前は期待に十分応えてくれている。それを否定するということは、私の選択を否定するということだ。お前とフミは別人、別の舞台少女だ。姉のことにとらわれるな。お前はお前の思うように好きにやればいい。私の思うようにって、そんなの、そんなの、だってお姉ちゃんなんですよ。私もお姉ちゃんもシークベルトでエリシオンの舞台に立つことを夢見て頑張ってきました。お姉ちゃんを追いかけてこの学院に来たのに、お姉ちゃんがいなくなっちゃったんです。私のお姉ちゃんが。しおり、勝手に辞めたお姉ちゃんの分も頑張らなくちゃいけない。
そのためにはお姉ちゃんより頑張らなくちゃいけない。思うようにやれ、囚われないようにしろなんてできるわけ、できるわけないじゃないですか。ああ、すまない、紅茶がなくてほうじ茶しかなかった。いえ、ありがとうございます。こちらこそ、みっともないところを見せてしまってごめんなさい。いや、気にするな。私の方こそぶしつけなことを言った、すまない。そうだな、関係ないはずはないな。ふみはしおりの家族なのだからな。うん、うん。いえ、なんだかそのうろたえている雪代先輩って初めて見るかもしれません。ああ、私もこんなものだよ。生徒会長とは名ばかりで、いつも王であろうフラウプラティーンたろうとしてうまくいっていないのが本当のところだ。だからミチルに迷惑ばかりかけている。フミが辞めた時も内心穏やかではいられなかった。え、共にエルシオン、リンネのショーで舞台に立った仲間がいなくなったのだからな。うろたえたよ、本心から。雪代先輩、あの、ん？怒っていますか、姉のこと。ああ、怒っていた、だな。やっぱり。だがそれは、フミに対してではない。同じ舞台に立ったフミに、何も相談されなかった自分という人間に。自分という人間の、フラウプラティーンとしての器の至らなさに、だ。私がもっと大きな視野を持っていれば、フミに何かしてやれたのかもしれない。いや、この考えもまた傲慢か。先輩。だが、今は少し安堵している。え？フミは、臨命館で、また舞台に立った。舞台に戻ってきてくれた。今は、それだけでいい。ご心配をおかけしてすみませんでした。しおりが謝ることではない。だから、だからしおり、お前はエーデルを、フラウヤーデをやめないでほしい。さっきのピアノを聞いて思った。私にはしおりのあの音色が、お前の持つ優しい空気が必要なんだ。広い視野と落ち着いた心配り、細やかな気遣いはしおりにしかないものだ。しおりにしかない、しおりだけのな。しおりの言葉のおかげで、私はいかに自分が独善的で傲慢だったか気づくことができた。どの口でメイファンに説教したんだ。そうそしられても仕方ないな。先輩、しおりは私の舞台に必要な舞台少女だ。どうか私たちと共に王の舞台を。ん、どうした、しおり、立ち上がって。お姉ちゃんのバカー！しおり、なんで勝手にやめちゃったのよ。なんで何にも相談してくれなかったのよ。みんな心配してるのに、私妹なのに、お姉ちゃんのバカしおり、これでスッキリしました。雪代先輩、私やめません。フラウヤーデをやめるわけがありません。だってあの舞台に、エリュシオンの舞台に立ちたくて、このシークフェルト音楽学院に来たんですから、やめません。私のフラウヤーデは。しおり、守り包まるつぼみを開きて、導かれたるプラチナの道、涙に濡れたる思い踏み、
秘めて歩み出したる翡翠の夢道。フラウヤーで夢王子しおり、共に行きます。パワーの頂き。雪城先輩、明日からまた生徒会のお仕事よろしくお願いします。驚いたな、しおりはあんな声も出せたのか。まだまだ私の知らないしおりがいるか。実に興味深い。では私もしおりに習うとしよう。ふみの、おおバカ者、どうして勝手にやめたんだ。どうして何もしおりにも私にも。ふみの、おおバカ者が。先輩。ミチルには内緒だぞ。王たる者がなんてことしてるのよと大目玉を食らうからな。ではしおり、明日からもよろしく頼む。はい。おお、この髪を撫でる優しき風、穏やかなる緑、これこそ確かにあの翡翠だ。見つけましたな、陛下。ああ、ようやく思い出したよ。公爵から学んだ慈愛をな。死んだ兄に代わり世を支えてくれた公爵のおかげで、世は王たる者に必要な慈愛を知った。風は強いままだ。だが今は少し心が温かい。では最初行こうか。はい陛下。次なる宝玉、騎士の真珠を求めて南に。世は認めてはいなかった。この王冠、この玉座、いずれ誰かに継がねばならぬことを。先代の王は世に王冠を授けるときにこう言った。生きる王の開演は呪縛なり、死せる王の終幕は祝福なりと。だから世はこの玉座を狙う者、王冠に届く可能性を排除してきた。それこそが死せる王への道であるとも知らずに。ああ、陛下、陛下、お気を確かに。水を。申し訳ありません、もはや一滴の残りも。そうか、乾く乾くな。限界は近い。世にできるだろうか、命をつなぐことが。無論それが王たる者の使命。そうであったな、古き友よ。つながねばならんこの使命を、この王冠を、かの者に。食っちゃった、レッツゴー。終幕は近い。はっ、手ぬるい。そうだ、思い出した。彼女の名は鶴姫八千代。雪城明をフラウ・プラティーンとした現体制も今や盤石のものになりつつある。理事会から命を受け、エーデルの監視及び円滑化に向けての介入を行ってきたが、その役目もそろそろ終わりかもしれない。そしたら
私は、どうすれば？だって。このメモは、確かなんだな。うん。野鳥がいつも持ってるノートに書いてあったの。彼女の後ろに回り込んで覚えたから、間違いないよ。どうやって気づかれずに見たのだ？特殊部隊か。そんなことより、どうする？生徒会長。以前より、たびたび妙な動きをしているとは思ったが、どうしたものかな、副会長。エーデルの中にスパイがいたとはね。学院査問委員会の。まあ、今のところ何かが起きた形跡はない。スパイとして、それらを隠蔽しているのだとしたら？何のために？それは…では、それを突き止めるとしよう。衣装用のレザー500デシ、衣装用生地50メートル単4本、美術用ベニヤ20枚、釘、グルーガン、消耗品類もろもろと、健算健算、大丈夫ですね。先輩、今日の会計処理終わったんで上がりますね。はい、お疲れ様。お疲れ様です。さて、今日の記録記録っと。本日もレッスンの後生徒会へ。会計処理、昨日と特に変化なし。生徒会内の人間関係は良好。やはり雪城明を中心とする体制は盤石。理事会から命を受け、エーデルの監視及び円滑化に向けての介入を行ってきたが、その役目もそろそろ終わりかもしれない。そうなったら八千代、お前はどうする？人のノートを覗き見するなんて、フラウプラティーンとはいえ趣味悪いですよ。前々から妙な動きをしていたからな。その確認のためだ。片時も話したことないのに、どうやって見たんです？フラウプラティーン、シークフェルト音楽学院の生徒会長に不可能などない。そうですか。見られた以上仕方ないですね。そうです、このノートに書かれている内容は全部。ああ、すべて真実だ。私の妄想。え？驚いたよ。まさか八千代、お前も学院査問委員会から送り込まれてきたスパイだったとはな。え、ちょっと、アキラ先輩？まあ、あのメギツネどもの企みそうなことだ。大方、エーデル同士に互いを監視させ、この学院に潜む真実から目をそらさせようとしていた。そんなところだろう。ふん、そういうこと。まさかそこまで気づかれていたとは。さすがは生徒会長、もうごまかしようもなさそうですね。その様子ではすでにお気づきなのですね。学院査問委員会が隠蔽しようとしている真実、地下13号部隊の存在についても。ほう、私の目をかいくぐってそこにたどり着いていたとは。まんまと欺かれたよ。大した役者だ。目が全然笑っていませんけど。当然だろう。我々は今非常に危険な情報を取り交わしているんだ。鶴姫八千代、私だけが君の正体について知っている。君が隠している本物の過去もな。そんな、まさか。経歴は確かに消したはずか。私を見くびってもらっては困る。学院査問委員会のスパイは仮の姿、本来の目的は
失踪した第58代生徒会長の妹、君は姉を探しにこの学院にやってきた。違うか？そこまでお見通しとは。その通りです。私はシークフェルト音楽学院第58代生徒会長鶴姫千歳の妹エリュシオンの上演中に突然姿を消した姉を追って、私はこの学院に潜入。学院査問委員会のスパイに選抜されてからは生徒会の情報を流しつつ姉の行方を探していたのです。だがその優秀さがあだになったな。お前は知りすぎてしまった。この先お前が取れる選択肢は二つだ。学院査問委員会を壊すために協力するか、さもなくば死だ。おやおや、新任熱い生徒会長ともあろう方が学院査問委員会を壊そうとしている？査問委員会がこのことを知ればあなたこそ消されかねませんよ。その心配には及ばんよ。ここでお前がいなくなれば委員会の連中がそのことについて知ることはないからな。ふう、鶴姫一応絶対絶命ってわけですね。さあ選んでもらおう。協力か死か。私の選択は、私の選択は、二人とも長いよ。みちる先輩。まったくもう、アキラが八千代のことは任せろって言うから見に来たら、二人して永遠即興劇してるしさ。即興劇？あ、そうでした。つい引き込まれてしまいました。あそこまで芝居に付き合ってくれるとは思わなかったぞ。大したものだ。それはアキラ先輩のリードが上手だったから役が転がっていっただけですよ。役ね、ずっとその役を演じてたんだ。学院査問委員会のスパイっていう役を何ヶ月も前から。まあそういうことになりますかね。ここまで日常レベルで役になりきるのはなかなかできることではない。そんな私にあそこまで即興劇で付き合ってくれたアキラ先輩の方こそとんでもないですよ。アキラはいつも頭の中で誰かを演じてるからね。できるできる。ほー、私以外にもいたんですね、そういう人。じゃあそのノートに書かれてたことってやっぱり。はい、私の空想妄想ばっかりですよ。私昔っから妄想とか空想が大好きで、自分じゃない誰かを演じてここじゃないどこかに行くことが大好きだったんです。両親やクラスメートや先生、誰も理解してくれませんでしたけど。日常が舞台か。そうそう、そんな感じです。じゃあ学院査問委員会っていうのも、なんていうか、そういう役だとみんなにバレずに演じることができるかなって。スパイ役、確かに演じているだけで日常がスリリングになりそうだな。そうそう、そうなんです。意気投合してる。完璧に演じているつもりだったんですけどね。どこでバレちゃいました？簡単なことだ。理事会から直々に生徒会全体の統括と円滑化に向けての権限を与えられている本物の学院査問委員会はミチルだからな。ミチル先輩が学院査問委員会じゃなくて本当に存在してたんですか？学院査問委員会。もちろんだよ。だから八千代のノートを見て焦っちゃったんじゃない？もう内緒だって言ったでしょ、アキラ。ここまで見事な即興劇を見せてくれた八千代になら本当のことを教えてやってもいいと思ってな。
あの学院サモン委員会ってどんな組織なんですか？活動ってどんなことしてるんです？組織のトップはうちの学園長のビクトリア・シークフェルトさん。生徒手帳にも載ってるでしょ？はい。構成メンバーは108人。かなり巨大な組織なんだよ。すごい。そうだったんですね。はあ、やっぱり本物にはかなわないですね。お粗末なスパイ芝居をお見せして申し訳ありませんでした。確かに設定の詰め方は甘かったかもしれんが、舞台少女としては本物だった。え？妄想、空想、大いに結構。自分じゃない誰かを演じて、ここじゃないどこかに行く。まさに舞台少女、かくあるべしだ。ためらうことはない、戸惑うこともない。舞台少女ならば好きなだけ演じればいい。空想の惑星、妄想の世界、そこにこそ我らの生きる舞台がある。高く深く、どこまでも。この世は舞台、人は皆役者だ。ウィリアム・シェイクスピアの言葉ですよね。清少音楽学園の純奈さんから教わりました。そうだ。だから八千代、お前もそれを貫けばいい。ここはシークフェルト音楽学院、演じて恥じることなどない。はあ、初めてですよ、そんなこと言ってくれた人。今まで誰も私の舞台に上がってきてくれませんでした。なのにアキラ先輩はどうして？舞台バカだからだよ。舞台バカ？ミチル、だからその言い方は。舞台バカ、それいいですね。そう、お前のような舞台バカならなれるかもしれん。シークフェルトの次なる王に。アキラ？次なる王、それって次のフラウプラティーン、生徒会長ってことですよ。そうなるかな。私にできると思ってるんですか？私だってかつてはそうだった。舞台とは演じるうちに上手くなっていくものだ。生徒会長という役もまたしかり。それに私にミチルがいたように、お前にはメイファンもしおりもいる。あとはお前がどんな舞台に立ちたいかだ。ふーん、でも私が次なる王を目指したら、今の王様であるアキラ先輩は王様じゃなくなっちゃいますよ。そうだな。だが今となってはわかる気がするよ。生きる王の開演は呪縛なり、死せる王の終幕は祝福なり。あのセリフの意味がな。いずれお前にもわかるはずだ。その日までしっかりと生徒会の業務を頼んだぞ、フラウ・ペルレ、鶴姫八千代。ほんと、初めてですよ、そんなこと言ってくれた人。わかりました。千代に八千代に独演重ね、磨き上げたる孤独の真珠。舞台の境界、芝居の彼岸、そこで光るは誠のプラチナ。フラウペルレ、鶴姫八千代、この世は舞台、王すらも役者ですよ。八千代ってことで、こちらこそよろしくお願いしますね、フラウプラティーン、雪城明先輩。
構成メンバー108人は多すぎると思うぞ。アキラが無茶ぶりするからでしょ。だいたいなんでミチルが学院査問委員会なのよ。即興劇だ、この舞台バカ。でもまあ八千代の凄さはちょっとわかった。つかみどころのない感じはそういうことだったんだ。自分ではないものを演じきる憑依型の舞台少女なのかもしれんな。知らなかったよ、あんなお芝居する子だなんて。卓越した芝居をすると思っていた。現に結果はすでに出ている。結果って、あ、もしかしてこの間のエルシオン神代のショーのオーディションで野中を大地の神に選んだのって。1年生にして見事な芝居だっただろう。そうだったんだ。わかるのかもね。え？王様には次の王が。おお、まさかこんなところに泉が湧き出ているとは。これもこの真珠の導きのおかげですな。ああ、体の隅々まで生き返るようだ。この湧き出る力、生きる気力、明日への渇望、世があの若き騎士に感じた可能性そのものだ。あの若き騎士ならばこの国を託しても良いのかもしれん。なんと陛下。遥か遠いあの日、旅の踊り子と交わした一夜のちぎり、世の血を引くあの若き騎士にならば。あ、うむ、行こう。王冠の宝玉をすべて揃え王都に戻るのだ。この王冠をあの若き騎士に託すために。仰せのままに、国王陛下、参りましょう。北の氷原へ。私は嘘をついた。あの日天の神が丘で交わした誓いに嘘偽りはない。だが私は国王陛下に嘘をついた。私を古き友と呼んでくれる国王陛下に。あの丘で交わした約束からもう何年になるだろう。ただひたすら陛下と共に駆け抜けた日々だった。そして小舟に揺られ氷原を渡る陛下の背中は、あの頃のように情熱と慈愛を、可能性を感じさせる。だからこそ、なればこその嘘を。だがその嘘も間もなくつまびらかになる。私が陛下に託した信頼の証、双玉が見つかればその時が。先にゴール。はい、私の勝ち。私の勝ちだよ。じゃあ同時ゴール。うん、それならいい。アッキー、今日のグランパドゥシャ綺麗だったよ。ミッチーのアントルラッセもブレなくなったよね。やっぱり毎日アッキーと走ってるから。
ミッチーと体幹鍛えてるから早くいろんなレッスンできるようになりたい。グランフェッテとか。あとはもっともっと歌唱レッスンも増やしたいよ。ピアノも。うんうん。はあ、いくら時間があっても足りない。こうしてる間にもライバルたちはみんなレッスンをしている。そうだよね。いっぱい踊っていっぱい歌わないと。私たちのシークフェルト音楽学院には受かりっこない。うん。ねえアッキー、覚えてる？あの舞台のこと。もちろん忘れるわけがない。シークフェルト音楽学院のエルシオン。本当にお話が大きくて神秘的でちょっと悲しくて、思い出しただけで涙出てきちゃう。ミッチー、ストップストップ。私が泣かせたみたいだよ。それくらい素敵な舞台だったってこと。あれを学生のお姉さんたちが作ってるんだもんね。学校が全力を挙げて一つの舞台を作る、すごいところだよね、シークフェルト音楽学院って。エルシオン、私たちが見たのは王位のショーだから、来年はリンネのショー。絶対一緒に見に行こうね、シークフェルトの王者の舞台。うん。そして絶対あの舞台に立とうね。あ、うん。ん？どうしたの？ミッチー。うん、やっぱりちょっと怖いなって。え？ずっとシークフェルトに行きたい、あの舞台に立ちたいって思ってレッスンも続けてきたけど、名門校だから日本中からみんな受験しに来るんでしょ。ミチルなんかが受かることできるのかなって。頑張ってるよ。頑張ってるんだけどさ、だって王者の舞台だよ。ちょっと怖いなって、うん、ダメ。私はミッチーがいたからあのエルシオンの舞台に立とうと思えたの。頑張ってるの。だからミッチーと一緒に行けないのはダメ。ダメって。まあその気持ちは嬉しいんだけど。ダメと言ったらダメ。アッキー、どこ行くの？ダメと言ったらダメ。アッキー、どこ行くの？危ないよ、ジャングルジムのてっぺんに立ったら。私は必ずシークフェルト音楽学院に入学し、フラウ・プラティーンとしてエルシオンの王者の舞台に立つ。立ちたいではない、立つんだ。命の炎は一瞬なれど、きらめき絶えぬは真っ白のプラチナ。人の舞台は一瞬なれど、永遠に継がるは王者の舞台。フラウ・プラティーン、雪城アキラ、神なき舞台に王者の光を。アッキー、何それ。決意表明。シークフェルトに入り王者の舞台に立つためのね。ミッチー、あなたはどう？アッキー本当、アッキーって舞台バカ、シークフェルトバカなんだから。シークフェルトバカ？初耳。まだ入学もしてないのにフラウプラティン宣言なんて、ただのシークフェルトバカだよでもうん、おかげでミチルも見えた気がする、やるべきことが。ミッチー、それ禁止ね、今日からは。え？さっきのすごくかっこよかったよ、アキラ。
だからミチルはあなたをエルシオンの主役にする。王者の舞台の王にしてみせる。一緒に舞台に立てなくてもいい。ミチルの目的はただ一つ。雪城アキラ、あなたを王者の舞台のポジションゼロにしてみせる。ん？一緒に舞台に立てなくてもいいって、そんなの、どうしてそんなこと。みんながシークフェルトの王になろうとしているんだよ。王になるなら覚悟しなくちゃ。本気でそれだけを目指すために変えていかなくちゃ。今までと一緒じゃいられない。だけどミチルは自分の全てを使ってあなたを王にしてみせる。それが私の舞台だよアキラ。きらめくゆえに陰りを知らず、無くなるゆえに痛みを知らず、なれば寺さん青き灯火、玉座のプラチナ王者の舞台を。フラウザフィーヤ、大鳥満ちる、我が宿命は王と共に。本気なのミッチー。これからはミチルだよ。ミッチーとアッキーはもうおしまい。王を目指す以上、これからはミチルと呼んで、アキラ。でも、いいの？エルシオンの主役になれなくても。うん。構わない、あなたを王にできるなら。私はこの時、嘘をついた。後悔が、ないわけがなかったから。私もいつか、フラウ・プラティーンとして、あの舞台のポジションゼロへ。その思いが、ないわけがなかったから。だけどあの時、自分をフラウ・プラティーンと名乗ったアキラが、エリシオンの主役よりも、何倍も何倍も、きらめいて見えたから。だから、嘘をついた。きっとそれが、正しい舞台につながると信じていたから。わかった。ならば、ミチルに誓おう。必ず、シークフェルトの王となることを。わかった。アキラに誓うよ。王となって、王として死ぬその日まで、必ず、あなたを支え続けると。おお、ここにあったか。最小の総玉よ。あの日、天の神が丘で交わした誓いが蘇ってくるようだ。覚えて、おいででしたか、あの誓いを。無論、あれはこの世で最も尊く、最も気高い誓い。王になる才覚を持つ者が野心を捨て王者のために生きると決めたのだぞ。総玉を見て思い出したとも。世はずっとそなたの知恵に支えられてきたことを。陛下。だがこれで全ての宝玉が揃ったのだな。将軍の情熱を宿した宝玉、公爵の慈愛を宿した翡翠、若き騎士の可能性を宿した真珠、最小の知恵を宿した総玉が。礼を言うぞ最小よ。そなたのおかげで世はまた王都に戻ることができる。だが今はもう権力に執着はない。ただこの宝玉を託してくれた者たちへの感謝しかない。王都に戻った暁にはこの王冠を若き騎士に託そう。それが世が王としてできる
最後の仕事だ。最小よ、すべてを終えたらまた天の神が丘へ遠駆けに行きたいものだな。恐れながら陛下、それは叶いませぬ。何？陛下、私は嘘をついておりました。すべての宝玉を揃えればなどと希望を持たせて。嘘とは何だ、友よ。お前は何をたばかっているのだ。恐れながら、陛下はあの謀反の日、若き騎士の剣に胸を貫かれ死んだのです。ここが北の氷原の果て、冥府バルハラにございます、陛下。冥府バルハラ、そうか。世はあの日死んでいたのか。世は忘れていたのだな。この国を良くしたいという情熱を忘れ、民たちの日々を思う慈愛の心を忘れ、若者や異国の人材の可能性を認めず、賢人の新たな知恵を拒絶し、古き祈りにすがった。重税と圧政、権力への執着、それが騎士や民たちの怒りを募らせ、あの反乱を引き起こしたのだな。思い出せた、思い出せたよ。宝玉を取り戻したおかげで、あの日炎に包まれた玉座も、胸を貫かれた衝撃も、すべてを。陛下、世は愚かだな。今はただこの宝玉を託してくれた者たちへの感謝しかないというのに、その感謝を伝えることはもはや叶わぬのだな。良いにございます、陛下。されど陛下は取り戻されました。命以外のものを、託すべき光を、将軍の情熱を、公爵の慈愛を、騎士の可能性を、古き友の知恵を。そなたはいつも世を正しく導いてくれる。もったいないお言葉。感謝するぞ、古き友よ。そしてこの舞台を用意してくれた何者かに。え？エルシオン、王位の賞を取り戻すリライブが、私が王の舞台に立つ理由を思い出させてくれたのだから。アキラ、では幕引きと行こう。青少音楽学園の皆は物語の結末を変えて舞台を演じ切ったそうだが、我らはあるべき物語をあるべき姿に、シークフェルトの歴史と伝統を王道のままに最後まで演じ切る。うん、いざ作劇を。シークフェルト音楽学院、エーデルよ、ここに。万里を越えし覇王の風に、巡り見つけた己の舞台。胸に秘めたる竜の攻撃、命を捧ぐは高きプラチナ。フラウルビン、竜メイファン、ランシャオバー、チーチンリエイエン、ワンダウダンダン。守り包まるつぼみを開きて、導かれたるプラチナの道、涙に濡れたる思い踏み、秘めて歩み出したる翡翠の夢道。フラウヤーデ、夢王子しおり、共に行きます、王の頂き。
千代に八千代に独演重ね、磨き上げたる孤独の真珠。舞台の境界、芝居の彼岸、そこで光るは誠のプラチナ。フラウペルレ、鶴姫八千代、この世は舞台、王すらも役者ですよ。きらめくゆえに陰りを知らず、無くなるゆえに痛みを知らず、なれば寺さん青き灯火、玉座のプラチナ、王者の舞台を。フラウザフィーヤ、大鳥満ちる、我が宿命は王と共に。命の炎は一瞬なれど、きらめき絶えぬは真っ白のプラチナ。人の舞台は一瞬なれど、永遠に継がるは王者の舞台。フラウプラティーン、ゆきしろアキラ、神なき舞台に王者の光を。すべての視線は私のものだ。はっ、ポジションゼロ、神なき舞台に王者の光を。いよいよ別れの時のようだな。そのようにございます陛下。友よ、これを頼む。この王冠を、王冠をあの若き騎士に渡してくれ。世を殺し、世の圧政を止め、世を救ってくれた世の息子に、そして伝えてほしい。お前はお前の宝石を見つけようと、生きる王の開演は呪縛なり、死せる王の終幕は祝福なりと。よい、確かに伝えましょう陛下。もう陛下ではない、ただ友としての頼みだ。ヨハン・ザフィール。わかりました、我が友フランツ・プラティーン。王冠も玉座も冥府には持ってはいけぬ。今はただ一人の男として、うつしを去るのみ託すことができた。それだけでこの物語を生きた意味があったというもの。世は王であった。以上をもちまして、本日の講演はすべて終了いたしました。お忘れ物のございませんよう、お気をつけてお帰りください。またのご来場をお待ち申し上げております。みんな、お帰り。ううん。講演、お疲れ様。アキラさん、ミチルさん。無事に、舞台から戻ってくることができて、何よりだ。戻ることができたのは先輩方のおかげです。私たちは取り込まれていたのですか、エルシオン王位の将の舞台に。確かにずっとお芝居をしていたような覚えがありますね。いつの間にか、気づかないうちに。ある意味本望ではないか、舞台少女であれば。それはそうなんですけど、やっぱり私たちはエーデルなので。5人で舞台に立たなければですよね。そういうことだよね。ああ、これで終わったんだな。はい、作劇によってコロスは消え、リライブによってエルシオンは守られたのです。あなたはエルさん。えっ、何ですかこの着ぐるみ。着ぐるみじゃない、ドリュー、かわいいかわいい、アンドリュードリュー。ミチルさん、この着ぐるみどこかで。
ほら、よく行く、あのお店の。あ、そうでした。でも、なぜここに？なぜなんだろうね。コロスによる戯曲の侵食と消失。まさか、エルシオンまで戯曲の消失は拡大している。聖章音楽学園の皆が言っている言葉が本当だったのか。エルシオン、王位の章までも消えそうになるなんてね。原因はわからないのか。コロスがどこから来るのか、なぜ戯曲が消えてしまうのか、私たちにもまだ原因は分からずとも決して見過ごせません。戯曲が消えてしまうなんて。私も同じ思いです。ですが、私は舞台に上がれない。だから皆さんの力をお借りしたいのです。舞台で最もきらめく舞台少女の力を。ふーん、舞台に上がれないのに随分舞台について詳しいよね。舞台には上がれなくてもエルはとっても勉強家なんだリュー。勉強ってそういう問題？そもそもアンドリュー、君ってどういう配役なの？お店のマスコットキャラ？狂言回し？だから言ってるドリュー、かわいいかわいいアンドリュードリュー。かわいい？いえ、全くかわいくありません。あーん、不安を煽る全体のバランス、はっきりしない色使い、死んだような目、とてもかわいいとは。メイファン、本当のことをはっきり言うものではない。あ、申し訳ありません、つい本当のことを。はぁ、まったく、アンドリューの可愛さがわからんとは。お堅い学校で舞台の勉強ばっかりしてるから、可愛さってものがわからなくなってるドリュー。あ、ミチルたち十分わかってるよ、しおりの可愛さとか、ね。え？それに、たとえ可愛さがわからなくなっても、ミチルは舞台の勉強してる方がいいな。ミチルたちは舞台に生かされている舞台少女だもん。ですよね。そのためなら可愛さなんて別に。ぐなな、あの強女とは違う意味でめんどくさいやつらドリュー。よかろう。ドリュー、戯曲を守るために我らの力を借りたいのだろう。拒否する理由はどこにもない。エルシオンが消えるのも、信頼するエーデルがいなくなるのも困るのでな。アキラ、うん、そうだね。これはエーデルであり舞台少女でもある我らの使命だ。みんな良いな。もちろんです。ま、舞台に立てなくなるのは困りますからね。舞台少女なら誰でも同じ選択をするはずです。きっと姉も。 ありがとうございます、皆さん。エル、そろそろ時間だリュー。ええ、分かってるわアンドリュー。では皆さん、私たちはこれでリライブへのお力添え感謝いたします。また戯曲が消えそうになったらよろしく頼むドリュー。それ、人に物を頼む態度じゃないよ。ちゃんと、お願いしますって言おうね。ぐぬぬ、よろしくお願いします、ドリュー。よろしい。これで、ようやく幕が降りたようだな。それって、アキラ先輩とミチル先輩のおかげってことです？大きな貸しを作っちゃいましたね。気にすることはない。皆が戻ってきてくれたおかげで、エルシオン、王位の章を、王の舞台を、守ることができた、思い出すことができた。なぜ、王の舞台が、王の舞台たるのかを。え？全校生徒の舞台にかける思い、それらを集めて、王に注ぐ4人の騎士、そして
その思いを昇華させ、きらめきに変えて放つ王。それができるのは、我らシークフェルト音楽学院ただ一つ。ゆえに、王者の舞台は絶対王者の一つのみ。なればこそ王は情熱を忘れず、慈愛を胸に、舞台の可能性を最大限に引き出すため、知恵を絞らねばならない。それができて初めて、王は輝けるのだ。神すらを超えて。見たかったのかもね。何？あ、いや、なんとなくなんだけど、ほら、アキラは3年生になったら、フラウ・プラティーンを継承しなくちゃいけないでしょ？私だって、フラウ・ザ・フィアを譲らなくちゃいけないし。そうなると、来年演じる予定のエルシオン王位のショーは、この5人のキャストじゃなくなっている。だから、今、見たかったんじゃないのかなって。この5人の王位のショーを。見たかったって、誰がですか？まさか、コロスがですか？ああ、わかんないわかんない。なんとなく、そう思っただけって話。誰かがこの5人の王位のショーを。少し、気持ちはわかる気がします。しかしこれを、本物の王位のショーだと思ってもらっては困るな。我々はただ、消えゆく物語を取り戻すために、エルシオン、王位のショーを完璧に演じ切ったに過ぎない。来年の本番、新たなフラウ・プラティーン、新たなエーデルによる王位のショーは、さらに磨かれ、胸を打つ舞台となるはずだ。そうだろう、みんな。うわぁ、さらっとすごいプレッシャーかけてますよ。でも、挑みがいがある舞台ですよね。はい、アキラさんの期待に必ず応えてみせます。誰が次の王に、アキラからフラウ・プラティーンを受け継ぐのかな。わからん。誰にも等しく可能性がある。死せる王として最後まで見届けるのみだ。楽しみ？もちろん。だが今は、もう少しだけ、この5人で舞台に立っていたい。いずれ、答えは出す。だが、今はもう少しだけ。うん。そうだね。では、そろそろ戻ろう。我らがあるべき場所に。生徒会のお仕事も溜まってるからね。はい！命の炎は一瞬なれど、きらめき絶えぬは真っ白のプラチナ。人の舞台は一瞬なれど、永遠に継がるは王者の舞台。我ら、シークフェルト音楽学院、神なき舞台に、王者の光を。エーデルフォン・シークフェルト、我らのすべては王の舞台のために。